警告の F-35A はどうなるんだろうな。どうなるって？いや、これから警告では F-35A が追加導入されていくのかどうなのか気になったんだ。気になるわね。ということで今回は、韓国の F-35A は追加導入は継続されるのか？お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、警告では現在、老朽化した F-4E と KF-5E の退役について検討しているとの情報が入ったんだぜ。ああ、あのポンコツ F-4E と KF-5E ね。そうだな、この2つの戦闘機の戦闘力は警告内で 24% に当たるため、後継機がないまま退役させるという判断は難しいわけなんだ。こんなポンコツが24も占めてるとか。まあ、候補として F-35A の追加調達が情報として上がったというわけだぜ。しかし、運用費用などの面でスムーズにいっていない様子が見られるんだな。ユンちゃんになってもお金はないままなのね。ああ。だから、退役には時間を要すると思われていたんだが、2022年1月11日に KF-5 の機体故障が公となったんだ。ほほう。原因発表はまだだが、事故発生は機体の老朽化が大きく関わっているとの見解があり、この墜落事故によりパイロット1名が亡くなるという悲劇が起こったんだぜ。ちゃんと機体を整備したり、新しいものに変えないからね。そうだな。これに対して、老朽化が見られる戦闘機を後継機に、早急に交換すべきだという声が数多く上がったんだ。そりゃそうでしょ。そのため、運営費用などの問題がありながらも当初予定していた退役時期の前倒しを検討する運びとなったわけだな。どんな内容なの？具体的には軽攻撃機 FA50 の追加調達、戦闘機 KF-21 の初年度調達量拡張、保有されている F-35A の追加調達を同時進行で進めて、F-4E と KF-5E の退役時期を3年5年程度短縮するというものなんだぜ。また、いろいろやること詰め込んだわね。ああ。警告空軍は当初、後継機として F-35A を計60機40機20機調達する予定だったんだな。うんうん。だが、軽空母計画の影響で F-35A ではなく F-35B の調達を優先すると方針を変更することになったんだ。F-35A とか F-35B とかの問題じゃないと思うんですけど。まあ、そのため警告の F-35 は空軍仕様の A 型40機と海兵隊仕様の B 型20機に確定したと思っていたが、F-35A の追加調達は保有されているだけで F-4E と KF-5E の退役時期を前倒しするため再び調達を推進すると報じられているんだぜ。どういうことだってばよ？つまり、警告空軍は F-35AB を計80機調達するつもりなので米国2300機以上、日本147機、英国138機、イタリア90機に次ぐ F-35 運用国5番手に浮上するわけなんだ。お金がないから調達がうまくいってないのに？ああ。そもそも、英国とイタリアの数字は過去のもので、空軍は F-35B 調達を60、80機程度に削減する方針を示している。ふむふむ。そして、警告だけでなくイタリアでも、F-35A と F-35B の削減問題が常につきまとっているため本当に90機も調達するのか非常に怪しいんだぜ。無理でしょ。もし警告が F-35 計80機調達するなら、F-35 運用数で3番手に浮上するかもしれが、ありえないだろうな。まあ、30機くらいがいいとこでしょ。それでは、警告が調達予定の F-35A とはどんな戦闘機かについても説明していくぜ。お願いね。F-35 には F-35A、F-35B、F-35C の3種類の型があって、警告が導入したがっている F-35A は F-35 シリーズの中で基本型と言われているものなんだ。ふむふむ。F-35 シリーズの ABC の違いは、A 型の場合はシートウルキ通常離着陸可能な機体となっており、航空基地を基本にして運用されているんだ。ほほう。そのため、空軍での運用に特化したモデルとして活躍しているんだな。この機体の優れた点は内蔵機関砲 GAU-22A を搭載していることなんだぜ。GAU-22A って強いの？ GAU-22A は、25mm のガトリングガンを連続回転により射撃を繰り返すことができるもので、寿命も長いんだ。おお。次に、F-35B だがストーブル機短距離離陸垂直着陸が可能な機体となっているため、短距離の滑走路しかない基地や、空母艦のような短距離の飛行甲板などでも離着陸が可能なのが特徴だぜ。ストーブル機ね。ああ。F-35C は、空母艦での作戦用に特別に設計されたと言われているモデルだ。空母専用なんだ？そうだな。今現在では航空母艦に搭載可能な、第5世代ステルス戦闘機であると言われており、空母からの発艦を行うため、カタパルト射出にも対応しているんだぜ。随分、F-35 シリーズって違いがあるのね。ああ。
F-35 シリーズは様々なニーズに合わせることができる戦闘機だからな。だから、各国が自国の航空母艦や空軍に合う機体を F-35 シリーズから選ぶことができるのね。それでは、警告での F-35A の不具合事件についても説明していくぜ。お願いね。1月5日に、警告空軍の運用している F-35A が、飛行中の機体異常で非常着陸を言ったというニュースが報道されたんだ。非常着陸？ああ。警告空軍は訓練中に航空電子系統の異常により、着陸装置が降りず近くの飛行弾滑走路に胴体着陸したとの情報を発表したんだぜ。うわ、やばそうね。今回のように、胴体着陸を行わなければならない状態に陥った際は摩擦熱による火災の発生を避けるために航空燃料を全て捨てる必要があるんだ。うんうん。そして、機体を垂直に滑走路に接触させて止まるんだが、実際にこの事故が起こった際には滑走路全体に特殊なバブルを敷き詰めたため、滑走路との摩擦が軽減し、大事にはならなかったんだな。警告意外とやるわね。この事故で死傷はなく、操縦士は無事だった上に、機体の損傷もほとんどなく奇跡的に大きな事故にはならなかったんだぜ。警告にしては珍しく大事に至らなかったわけね。まあ、F-35A を事故らせてるから、すでに大事故だがな。お次は、1月12日に F-5E が機体異常を起こし墜落する事故についてだ。よく事故起きるなぁ。この事故は11日に空軍基地から離陸した直後に墜落したもので、5日の事故とは違い。着陸できるような高度がなかったため、パイロットがそのまま死亡する事故となったんだぜ。後に機体を回収した際に、パイロットは緊急脱出ができずに墜落していたという事実が明らかとなったんだな。そういえば、1月に各国のメディアが騒いでいたわね。ああ、こういった事故を減らすための整備として、警告が所有する F-35 シリーズは機密保持のためロッキード社の技術者しか触れられないようになっているんだ。逆に、警告が触っちゃいけないのが笑えるわ。勝手に触ると何するかわからない国だからな。うんうん。そのため、重整備を行える国は警告以外のイタリア、日本、オーストラリアだけであり、それらの国際整備拠点で行うことが基本とされているんだぜ。警告からイタリアやオーストラリアはかなり遠いんじゃない？ああ。だから、距離の近い日本に頼む形になると考える人が多いだろうが、警告と日本の間には大きな問題があるんだな。反日精神たくましいものね。だから、警告は購入した機体の整備がままならず、かなり頭を抱える状況になっているんだ。日本でやればいいのにね。日本の拠点での整備には拒否する姿勢を表しているからな。そもそも、この機体には必ず国際整備拠点での整備が必要なんだぜ。どうするのよ警告。どうするんだろうな。警告は整備、費用、機体異常の面において大きな問題を未だに抱えているため、3つの問題をクリアするまでは追加調達は難航するだろう。うんうん。機体の交換やその運営に関して今後、警告はどのような動きを見せていくんだろうな。気になるわねえ。未だに問題解決にたどり着いていない警告の今後の動きに注目だぜ。ねえマリサ、ドイツ海軍の潜水艦が全部使えなくなったって話、本当なの？お、霊夢もその話を耳にしていたか。本当なんだぜ。つい最近最後の1隻が運用不能になって6隻全てが全滅したんだ。一体どうしてそんなことになってしまったのかしら？何が原因になってるの？よし、じゃあ今回はそんな霊夢と視聴者の皆様のために大西洋の狼、絶滅、ドイツ海軍の儚い開発力とその、背景に隠れる韓国軍とは？と題して、ドイツ海軍の開発と崩壊までの歴史を振り返っていこうと思うぜ。お願いね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。じゃあまずは今回の一件について改めておさらいしていこうと思うぜ。軍事専門サイトディフェンスニュースが報じた情報によると、ドイツ海軍の U-35 潜水艦が10月15日、修理のため造船所戻りを余儀なくされたとのことだ。なんで壊れちゃったの？潜水艦なんてそうそう壊れるもの。じゃないわよね。まさか、敵国の攻撃を受けたとか？いや、そんなことは断じてないんだぜ。今回の故障の経緯を説明すると、U-35 潜水艦がノルウェー沖を航海中、潜水しようとしたところで後部の X 字型の、操縦翼が1枚故障してしまったんだ。そのため修理の必要があると判断されたんだぜ。そういうことなのね、敵国からの攻撃による、破損とかじゃなくてよかったわ。もしそうなっていたら戦争に発展していたもの。そうだな、とはいえ全く問題がないというわけではないんだぜ。この U-35 はスウェーデン南東部と、
デンマークとの間にあるスカゲラク海峡に向かっていたんだ。軍事演習を行う予定だったってわけだな。確かに、その軍事演習が中止になってしまうのは問題よね。でも、U35 の性能を測る目的があったならまだしも、軍事演習をするだけだったら U35 である必要はないんじゃない？実はそうともいかないんだぜ。というのも、ドイツ海軍が使用できる潜水艦はこの U35 が、最後の一隻だったからだ。他の潜水艦は、ドックで定期検査中だったり、来春まで修理に、当たっている潜水艦が2隻あったり、修理が完了したはいいものの入れるドックがなくて、ドックの空き待ちをしていたり、とにかく運用可能な潜水艦が全然なかったんだ。なんで1隻しか使えない状態なのに軍事演習を行おうとしたの？というか、故障しすぎじゃない？修理に時間がかかる割に何隻も故障しているように見えるんだけど。それについて、ドイツ海軍のスポークスマンのヨハネス・ダムレセ氏がこのように、語っている。予算削減の圧力でスペアパーツの調達に問題が生じている。冷戦中はそうした、予備部品の確保を重視していたのだが、今ではそうではなくなってしまっているとな。ってことは、冷戦中はすぐに修理できたってことね。確かに何がきっかけで敵国が攻めてくるか、わからない以上、準備を万端にするのは問題がないわね。というかそうするべきだわ。ああ、実際第一次世界大戦や第二次世界大戦で U35 のような U ボートと呼ばれる。潜水艦は大活躍を収めたんだ。特に第二次世界大戦での活躍は目を見張るものがあって、連合軍の商船を約3000隻、空母2隻、戦艦を2隻沈めたとの記録も残っている。本当に大活躍だったのね。それだけの戦力を持っていただなんてすごいわ。ああ、実際イギリスの首相であるチャーチル氏は後に私が本当に恐れたのは、U ボートだけだと豪語するほど、この潜水艦の影響力は強かったんだ。後に、これらは大西洋の狼という二つ名で世界各国に恐れられていくことになったんだぜ。こんなにかっこいい二つ名があったのに、なんで今はこんなにも見るも無残な姿に。本当に悲惨な状態だよな。第二次世界大戦時には300隻もの潜水艦を保有していたのに、今では6隻しか所有できていない。しかもそのどれもがまともに動ける状態に、ないだなんてな。さて話は変わるが、実はこの状況を見過ごせない国が一つあるんだ。そこはどこなの？それは日本からもそう遠くない韓国だぜ。というのも韓国の潜水艦はドイツの潜水艦から買ったものなんだ。それも、ドイツ本国が持っている潜水艦の低性能安価版である214型だ。加えて、ドイツが売ったのは船本体ではなく設計図の一式だから、実際に作ったのはドイツではなく韓国なんだぜ。部品とか製造工程とか、その他もろもろ全てが韓国国内で行われていたの？それは、なんというか、言っちゃいけないかもだけど不安しか残らないわね。実際霊夢の予想通り、この潜水艦は国内外から大バッシングを受けているんだぜ。技術力が設計図に、追いついていないがゆえに起こった製造不良や欠陥のオンパレード。韓国のマスコミもこの現状を叩きまくっているんだぜ。具体的にはどんな故障が起きているの？まず一つ目に、一番艦損を見る。これは2006年に浸水した潜水艦だが、スクリューなどからイオンがする異常が見つかったんだ。このせいで敵の超音探知機で、位置が見つかってしまうという、潜水艦として見ると致命的すぎる故障が見つかった。音で場所が分かっちゃうって相当ね。でも、それならスクリューを交換すれば解決するんじゃないの？実はそうもいかないんだぜ。というのもこの故障、推進軸自体の、交換も必要になるほどの大問題に発展していったんだ。潜水艦について詳しいわけじゃないけど、推進軸を、交換しなきゃいけないって考えるとすごく面倒な作業になりそうね。他にも、2番艦の定置や3番艦の安住根なども含め、これら3隻すべてに、艦橋付近のボルトの緩みや破損などの事故が複数回確認されたんだ。ボルトが壊れるって相当よ。潜水艦が海底で分解されてしまったりしたら大変だもの。ああ、しかも連続潜航期間に関しても、開発中は数週間と言われていたんだが、蓋を開けてみると、実際には数日しか持たなかったんだ。これは燃料電池に不具合があったから、とされているぜ。そう聞くと、何もかもがずさんな設計だったのね。この程度の設備で海軍として、活動していこうとしていたんだから、そりゃあ韓国のマスコミも危機感を覚えるはずだわ。そういえば、この U ボート、実は日本でも製造する予定があったって話は知っているか？そうなの？初めて聞いたわ。でも予定ってことは実際に製造したわけではないんでしょ？そうだぜ。というのも U ボートは日本の戦術と合っていなかったんだ。第二次世界大戦中の、
ドイツは日本帝国海軍、通称 IJN に打診して U ボートに乗ってインド洋を荒らし回ってほしいと考え、日本に U ボートの製造を打診したんだ。その際に数隻を日本に渡しているんだぜ。インド洋を荒らして回ってほしいって、随分とざっくりした願いね。しかし日本側としても当時は大型の工業型の潜水艦を運用していたから、ドイツ海軍が提示してきた U ボートは、あまりにも小型で、運用方法が当時の日本海軍の戦術とは大きく異なるものとなってしまったんだ。しかも、U ボートには設計の過程でドイツの溶接技術が必要になってきていたから、短期間での導入は難しいと考えられたんだ。確かに、潜水艦製造なんて特殊なことをするのにはそれ相応の技術が必要だものね。戦時中ともなればそんな技術を時間をかけて学習するわけにもいかないし、仕方のないことだわ。ああ、こうして日本製 U ボートの製造は白紙になったんだが、もしこれが実現していたら日本の技術力の高さから、大きな成功を収めていたと思うぜ。他にも、潜水艦以外にもドイツが開発した武装の中に、4号戦車やメンテナンスの、体制が整えられない戦時中でも手荒に扱えるため軍馬とも呼ばれる FW-190 戦闘機などがあった。なるほどね、戦時中はどうしても装備の修理などのメンテナンスを、行うことができないから、最初からメンテナンスを必要とせず手荒に扱える戦闘機が評価されていたのね。ああ、戦時中と平時での評価の仕方は変わってくるってわけだ。こういう例として、挙げられる中でも有名なものに、ドイツとソ連との機関銃の性能の違いがあるな。そんなに違うものなの？ああ、というのもドイツの機関銃はソ連との戦闘中、極寒の血がゆえに作動部のオイルが凍りついて、作動しなくなるという事態が発生したんだ。だがソ連の機関銃はオイルを使用していなかったから、問題なく使えたとされている。これはソ連の機関銃が優れていたからではなく、ソ連の機械加工の精度の、低さと使用環境を踏まえて最初からある程度クオリティを落としていたからこそ起きたことなんだ。なるほどね、ソ連ほど極端な状況ではいっそ振り切って性能を落とすことで成功を収めることもあるのね。そういうことだな。これを踏まえて韓国海軍について見てみると、そもそも韓国の海軍は、北朝鮮に対する戦力として使われているんだが、韓国軍は貧弱な海軍しか持っていないんだ。そう考えると、そもそも韓国海軍に潜水艦が必要なのか怪しくなってくるんだ。どれだけいい潜水艦を持っていても、それを操縦できる人がいなければ元も子もないものね。そういうことだ。しかも今回の一件でその潜水艦に関しても、ドイツ製の潜水艦の故障が、目立つようになってきてしまった。それが韓国製の潜水艦ともなれば危険度はさらに増す。交換部品も韓国製だから、修理はできても根本的な問題は解決しなそうなんだぜ。それなのに潜水艦の製造や修理にコストをかけるわけにもいかないものね。何かしら。改善が必要だし改善ができないなら潜水艦からは手を引くしかなさそうね。ああ、特に韓国の技術力は潜水艦との相性が最悪で、なんと輸出の大部分を、担っている乗用車ですら、雨漏りの修理ができないほどなんだ。雨漏りの修理ができない、大問題じゃない。ああ、ドイツですら潜水艦の雨漏り問題に手を焼いているのに韓国がそれを解決できるわけが、ないんだ。だから今韓国軍が潜水艦を作るのはまずいんじゃないか、と言われ続けているんだぜ。そう言いたくなる気持ちもわかるわね。潜水艦での水漏れなんて人の命に関わる内容だもの。自国の技術力を鑑みて、どこを強化すべきなのかを模索する。軍事にはそれが、必要不可欠なのがよくわかると思うぜ。ねえねえ、マリサ。最近、自衛隊が、スタンドオフミサイルっていうのを装備しようとしてるらしいけど、どんなミサイルなの？一般的にスタンドオフミサイルとは、敵の対空ミサイルの射程外から攻撃できる射程の長いミサイルのことなんだぜ。ここで重要な部分は敵の対空ミサイルの射程外から攻撃するという部分だな。どういうこと？スタンドオフミサイルのことを敵の攻撃ミサイルの射程外から攻撃すると誤解されている人が意外なほど多いから、注意が必要だな。敵の攻撃ミサイルの射程外からじゃないんだ。防衛省の資料でも、ASM3 超音速対艦ミサイルの射程延伸型 ASM3 回について、敵艦艇群の今後配備される対空火器の射程よりも外から攻撃できる、スタンドオフミサイル化が射程延伸の改良の理由であると説明されてるぜ。つまり敵国基地への攻撃が目的ではないの？敵国基地への攻撃も可能ではあるけど、そもそもは敵の対空兵器の射程を上回る攻撃兵器が、なければ、発射母機である戦闘攻撃機は敵艦へ接近しての肉薄攻撃を強いられるので、
攻撃成功確率は低くなり、自身が生きて帰ってこれる確率も大幅に下がってしまうからなんだ。ふむふむ。これは C 国海軍艦艇の艦対空ミサイルの射程が近い将来大幅に長く伸びることが予想されるので、対応した射程の空対艦ミサイルが必要だという要求なんだぜ。自衛隊が必要としているスタンドオフミサイルは対艦及び対地の攻撃用ミサイル両方だ。対艦用が主な用途で、対地用は守るべき島嶼が敵に奪われた後で奪還する際に使用するわけだな。なるほどね。もしも敵国基地への攻撃が容易になるので長距離スタンドオフ兵器の保有は認められないとした場合、敵国基地への攻撃ではない自衛戦闘の場合においても、例えるならば銃で武装した相手に槍で戦えと言っているのと同じことだ。敵国装備の近代化を考慮するとスタンドオフミサイルは防衛用でも必須なんだ。よくわかったわ。自衛隊も今後スタンドオフミサイルを強化していくんでしょうけど、世界にはどんなスタンドオフミサイルがあるの？じゃあ今日は世界のスタンドオフミサイルの解説をするんだぜ。ゆっくりしていってね。さてランキングについては、基本はマリサの独断だぜ。性能だけじゃなくて信頼性や配備状況も加味したんだぜ。まあ、情報も公開されてないことが多いし、しょうがないわよね。できる限り海外の軍事関係の雑誌記事を参考にしてランキングしてるけど、異論はあるだろうから、その辺はコメントしてもらえると嬉しいんだぜ。マリサの考えでいいから解説してよ。じゃあ最初の8位はアメリカのハープーン対艦ミサイルだ。ハープーンは、マクドネル・ダグラス社が、開発した対艦ミサイル。アメリカや日本など30カ国以上が採用してるベストセラーのミサイルだな。自衛隊でも装備してるのね。運用は1977年からだから、もう45年も経っており、射程が短いからスタンドオフ攻撃能力としては、時代遅れになっちゃったけど、歴史も長く多数運用されてるから8位に上げたんだぜ。ふむふむ。どんな性能なの？ミサイルは先端の尖った円柱形であり、中央部後ろよりに4枚の安定翼、胴体末尾に4枚の小型誘導翼がある。空中発射型は航空機から切り離されると、そのままサステナーのターボジェットエンジンに点火され飛行するんだ。射程とかは？空対艦の AGM-84F だと、315キロだぜ。発射時にはあらかじめ敵艦の大まかな位置などの情報を入力し、発射後は管制誘導によって敵艦の方向へ飛翔、最終段階では自ら、レーダーを作動させてアクティブレーダーホーミングにより、目標艦船へと突入する。また、敵艦の大まかな位置情報の入力もせず、飛翔方向のみ指定し、発射することもできるんだ。自衛隊はどういうのを装備してるの？護衛艦や潜水艦から発射されるものが多いな。P1 や P3C から発射される空対艦型も運用してる。でも、射程が短いから、対空ミサイルの射程が伸びた現在ではスタンドオフミサイル運用は厳しいんだぜ。なるほどね。第7位は C 国の YJ8 対艦ミサイルだ。1986年に YJ8 は、主力艦対艦ミサイルとして、配備され、空対艦ミサイル型の YJ81、潜水艦発射型の YJ82 も派生した。また、後には翼を折りたためるようにした艦載型改良版の YJ8A も開発配備されたんだ。ふむふむ。射程距離は約 400km と言われてるから、ハープーンのライバルと言ってもいいかもな。まあ、ぶっちゃけ言うとフランスのエグゾセ対艦ミサイルの技術をパクって改良したものなんだ。そうなんだ。C 国が主張する革命的な飛行プロファイルが10年足らずで、未成熟な産業基盤で、なんとかなったのは、ある意味 C 国のスパイ能力の高さを証明したんだな。まあ、そういうところはすごいわよね。第6位はお隣渓谷の若鷹巡航ミサイルだな。地上発射型巡航ミサイル、玄武山をベースに、空中発射型への改修を行ったものだ。渓谷はスタンドオフ攻撃能力を持ってるのね。弾頭重量は500キロを超えていないため、アメリカとの間で結ばれた、ミサイル開発制限の覚書には反しないと渓谷側は主張しているぜ。開発時には米韓ミサイル協定が有効だったのね。まあ、玄武山や若鷹は巡航ミサイルだから、対象外ってわけだ。推進方式は、ターボファンで、ロシアの技術援助を受けたのではないかという推測もあるんだ。射程とかは？最大で 1500km の可能性はあるけど、スペックは未公開だぜ。まあ、どれほどの性能かは、不明だけど、2010年に運用を開始したらしいから、そういう意味では、先進的とも言えるな。ただ、警告のミサイルは発射実験も少ないしトラブルも多いから実力は未知数だぜ。時々やらかすもんね。第5位はノルウェーのコングスベルグディフェンス&エアロスペースが F-35 向けに、開発中の対艦対地巡航ミサイルだ。完全運用は2025年からの見込みらしいな。まだ開発中なの？
原型の NSM は2012年に運用開始されてるぜ。日本も導入を決定し、2018年度予算に関連経費を計上しているけど、2022年時点では納期の遅れにより予算が執行できていないんだ。大丈夫なの？まあアメリカのレイセオン社も協力してるからなんとかなるんじゃないか？知らんけど。突き放さないでよ。JSM は、F-35A 及び F-35C の胴体内兵器装備2発を携行可能なほか、機外ハードポイントにも、搭載可能だぜ。射程は約 500km と言われてるな。まあ、早期に運用開始できるようになるといいけどな。そうよね。第4位は AGM-158、または統合空対地スタンドオフミサイル JASSM だぜ。標準型の JASSM のほか、射程を延伸した JASSM-ER、それを元にした対艦ミサイルである LRASM が派生したほか、さらに射程を延伸した JASSM-XR も開発されているな。米軍のミサイルなのね。アメリカ空軍では2009年より就役したほか、オーストラリア、フィンランド、ポーランド空軍で運用されている。また航空自衛隊での導入も決定しているぜ。ふむふむ、ターボジェットエンジンを搭載した自立飛行が可能な巡航ミサイルとなっており、ステルス性を考慮してレーダー反射断面積 RCS の低減を図った形状だ。射程距離は、370km 超、JASSM-ER ならターボファンエンジンで 926km 以上だな。結構射程は長いのね。2021年4月、JASSM と LRASM を搭載するための F-15JJMSIP機の最近代化改修費用をめぐり、日米間の協議が難航したため、防衛省が JASSM-ER と LRASM 導入計画の全面的な見直しを決めたんだが、JASSM-ER のみ導入し LRASM を見送ることになったんだ。LRASM が担う予定であった。対艦攻撃任務については空発型の12式地対艦誘導弾能力向上型で代替する予定だぜ。将来的に F-15J 海に JASSM-ER が搭載されるのね。運用開始がいつになるかははっきりしないけどな。さて第3位はアメリカ海軍と国防高等研究計画局 DARPA により開発された対艦ミサイル LRASM ロラズムだ。ハープーンの後継だな。 F-15J 海に搭載を見送ることになったミサイルなのね。LRASM は、GPS や戦術データリンクなど外部の情報システムとの連接が、断たれた状態においても、ミサイル搭載の即敵システムにより自律的に攻撃を、実施できるんだ。敵のハードキルを回避しうるよう設計されているってことだな。性能はすごそうね。射程は？航空機発射型で約 800km だな。F-18 や B-1、B-1 などの、航空機からは運用可能だけど、F-35 のウェポンベイには搭載は無理だぜ。だから JSM とかにアメリカも協力してるのね。第2位は、C 国の最も謎に包まれているミサイルと言われる YJ-21 極超音速対艦ミサイルだな。なんだか、凄そうなミサイルね。YJ-21 は艦艇、航空機に搭載可能で、射程距離が1000から1500キロと、推定されてるな。すでに H-6N 戦略爆撃機に空中発射型が運用されている模様だぜ。最大でマッハ9という超音速ミサイルで迎撃が困難と主張しているな。本当なら脅威よね。空母キラーとの異名を持つけど、詳細はもちろん公開はされていないぜ。55型駆逐艦でも、運用されているから C 国のスタンドオフミサイルとして最新最強の強力なミサイルなんだぜ。どこまで実力があるかはわからないけど、怖いわね。さて、第1位は有名なアメリカのトマホークミサイルだ。1980年の運用開始だから、かなり古いけど信頼性は十二分だ。よく名前は聞くけど、どんな性能なの？射程は 1250km 超だ。全地球測位システム GPS 衛星の位置情報などを使ってピンポイントで目標を破壊する。1991年の湾岸戦争で実戦投入されて以降、数々の実戦で用いられ、高性能ぶりを発揮しているぜ。空中発射もできるのよね？実は航空機発射型は開発が進められたが、最終的に中止となったんだ。現在は水上艦または潜水艦発射型しかないな。どうして開発しなかったの？まあ、当時は需要もそれほどなかったし、トマホークは一発あたり1億円以上する。高価すぎる兵器だったから、コストパフォーマンスが悪かったんだな。なるほどね。海上自衛隊での導入については浜田防衛省がトマホークの導入を決断し、米側との交渉を本格的に進めた。日米関係筋によると、同盟国との協力などで抑止力を高める統合抑止を、重視する米国防総省は概ね了承し、米政府内での最終調整が行われている段階だぜ。今後、イージス艦や潜水艦に搭載するってこと？
どうなるかは不明だが、トマホークの導入により、日本は米国に極度に依存した、軽武装路線を転換する決意を内外に示すことになるな。まあ、敵基地攻撃能力も必要だしね。さて、補足として防衛装備庁が当初防衛用の長射程のスタンドオフミサイルとして、12式地対艦誘導弾の能力向上型を開発中であることを紹介するぜ。12式を戦闘機から、発射できる空発型や艦上から発射できる艦発型などに改良し、飛距離を伸ばした、能力向上型だ。同省は明らかにしていないが、現行数百キロの射程を延伸し1000キロ以上を目指すとしてるな。いつ頃運用できるの？空発型は7年程度の開発期間に短縮することを目標としてるな。ちゃんと開発が進めばいいわね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。